強さが、そうですね、はい、スピード感というのもすごく良さそうな感じだった。そうですね、まあまあ、かかるようにも使いそう。うん、またランブラジャーにかけて、はい、変な流れになったのよ、うん、やっぱりそういうところでしっかり主導権をこう譲らないという気迫がやっぱり町本さんにあった。まあそうですね、やっぱそういう、まあ、あんまりにもね、まあ、見ての通り変な流れやった。うん、ちょっとまあ北斗さんが突っ張ったりして、まあ、その中で、うん、脇本が、まあ、判断も良かったし、かかりなかった。まあ、あとはしっかり、まあ、脇本さんと一緒にあの優秀まで勝ち上がり決めるという。そうですね、すごくいい形のスタートが切れたなと。お互いに脇本も久しぶりの、常に、ね、久しぶりのレースになるから、はい、そのいろんなコンディショニングも難しいと思うし、はい、その中でいつも、ね、いいレースをしてくれるので、僕は僕で、そういうレースに応えられるように、うん、頑張ってくれると思います。またやっぱりダービー、日本選手権といえば村上さんというのも我々感じるところですよね。目の前に先生もしっかり力出して、それはゴールデンレースです。それでは2日間休みになりますので、そうです、ゆっくりだね、しっかり調整したいと思います。ありがとうございました。